モデルプレスイコール2024年6月26日、女優の杉咲花が主演を務めたフジテレビ系月10ドラマ、アンメットある農下会の日記、毎週月曜夜10時の監督を務める雪斎藤氏が24日、自身の X、旧ツイッターを更新。杉崎と俳優の若葉達也からのプレゼントを明かした。写真、アンメット、若葉達也、岡山アマネラ、 アベンジャーズ、豪華4ショット、アンメット、杉咲花若葉龍也、スタッフへプレゼントこの日、斎藤氏は、アップの日、米田隆史ピート 2S、というコメントとともに、同作のプロデューサーを務めた米田隆史との2ショットを公開。二人は揃って白い T シャツに黒いパーカーを着ているが、これは、花ちゃんからもらったパーカーと龍ピッピ、若葉の愛称、からもらった、街の上で、 T シャツのお揃いコーデと杉崎と若葉からのプレゼントであることを明かした。若葉が送ったのは主演を務めた映画、街の上で2021年公開のグッズ T シャツ。自身が演じた荒川青が書かれている。続けて、今まで見たことないドラマに挑戦する。お合言葉に同じ方向を向き、並走できたことはとても大事なことでしたとドラマの制作期間を解雇。 つないで、調整してくれた本郷達也 P にも感謝です。と同じくプロデューサーを務めた本郷達也氏への感謝も綴っていた。アンメット、ユキサイトを監督の投稿に反響この投稿にファンからは、素敵です、また泣ける、最強コンビなど反響が寄せられている。モデルプレス編集部。